にちは、ローリンブーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品のご紹介をさせていただきたいと思います。衣類スチーマーになります。カードついています。安全上のご注意、取扱説明書日本語になっています。グローブが付属しています。本体になります。はい、このようになっています。ここスイッチですね。はい、そしてここがですね、水をここに入れるんですね。ここに水を入れて、蓋をして電源を入れると、ここからスチームが出るということで、衣類スチーマーということで、もう皆さんよくご存知のですね、スチームでシワを伸ばすということで、アイロンをかけなくてもですね、シャツのシワを伸ばしたり、あとスーツのシワを伸ばしたりっていうのがですね、簡単にできるというものになりますね。このですね、スチーマーなんですけど、とても小さいんですね。これキャップ取っちゃうとですね、キャップ取っちゃうとこれぐらいなんで、ほら、私の手の大きさこんなもんですから、とてもちっちゃくって、ちょっと旅行とかに行く時にですね、一緒に入れてでもいいぐらいのコンパクトさですね。そして軽いです。はい、これあったら便利だなというふうに思います。で、今回はですね、まあ、衣類で使うのは当たり前なので、まあ、スチームということで、当然、服をですね、伸ばしたりもできるんですけども、スチームの熱ということで、除菌ですね、匂いを取ったりっていうのもできることになっています。せっかくなのでですね、ヘルメットの方をですね、除菌、消臭してみたいなというふうに思います。今はですね、水を入れました。そして今電源を入れました。そろそろですね、ここからスチームが出てくる予定になっています。取り外して洗濯機で洗ったり、ファブリーズなどを使ってですね、シュシューとして、除菌をしたりっていう風なことをすると思うんですけど、ヘルメットの中ですね、このままの状態でやってみたいと思います。いい感じじゃないでしょうか。いい感じで、バイクウェアの除菌消臭もこれで洗濯っていうんでしょう、クリーニングしなくてもですね、これで除菌消臭できるんじゃないでしょうか。この辺が一番匂いがですね、つきやすいところというかですね。これでしっかり除菌消臭できます。これはとてもいいですね。ちょっとね、インナーをクリーニングするの外してめんどくさいなっていうような時ですね、外してその嫌だなっていう時は、これは本当に便利ですよね。本当にファッサーっと、水ですからね、ファブリーズみたいな薬ではなくって、水をかけているだけなので、サッサッサーっとできますね。これ安心ですね。はい、素晴らしい。バイクウェアにもぴったりですね。洋服をやるときはですね、このグローブを片手にして、そして、当てていくということになるんでしょうけどね。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。